はい、どうもハリウッドでございます。ちょっと髪型が変ですね。今日はですね、ありがたいことに大好きなリスナー様から亀山の味焼き味噌焼きうどんをいただいたんで、味噌焼きうどんを調理したいと思います。使う具材としてはまあ肉でいいかなと思ったら、今日豚ロースが半額だったのと、あともう野菜もいるんですけど、もうカット野菜ですよ。カット野菜、お肉炒めてカット野菜して、で焼きうどんっていう形を作りたいかなと思ってるんで、ちょっとやっていきたいと思います。不安です、不安しかないです。じゃあまずは油を引いて肉を炒めて色が変わる。油だね、油よ。で、肉全部2人前分作っていいと思ってんすよ。言うてもう全部いったろうかなみたいな。まあ今日だけで全部食うわけじゃないんで、夜と昼で分けて食おうかなと思ってます。もう全部いったらいいや、全部いったんね、こういう時は。ガタガタっすね、これが合ってない気がする。まあいいや。でとにかく肉をちょっと炒めて、で肉の油もしっかりと出していくと換気扇回しましょうか。換気扇の音をねちょっと拾ったらいいやすけど、まあ肉焼くときぐらいだけは換気扇のを回そうかなと思ってます。色が変わってきたキャベツを入れて炒める。どっちにしてもまだ炒めないといけないんで、まず完全に色は変わってるわけじゃないですけど、野菜もですね、野菜もがっつりと入れていきたいと思います。これ洗わなくていいやつなんで楽っすよね。もうこんだけでもうまそうなんですけど、でまあこの温めながらうどんをほぐさないといけないみたいなんですよ。でこっちの方をちょっと弱火の方で、まあ、ちょいしながら、こっちの味噌焼きの方のうどんをちょっと湯がきたいと思うんで、まあ、2枚ぐらいもういってもいいような気はするんですけど、とりあえず1枚いきます。沸騰した上に1分とちょっとね、2つある時のいいとこっすよね。でこっちの方が、1分間湯がいたらお湯を投入ですね。ちょっと火を強める。でそれで水だったらうどんを入れ、2ついってもいいかな、この量なら。この量だったら2ついってもいいと思います。多分相当な量、2人前ぐらいいけると思うんで、しっかりと火で炒めて、もうちょっと火を強くしようか。どんな感じで出来上がるかが不安ですけどね。めちゃめちゃお腹空いてるんでありがたいっす。では入れましょうか、うどんを。うどんに2つ入れていいと思います。うびや、ワイルド料理で、ワイルドな料理スタイルで。
まあ1分ぐらい湯がけばいいって感じなんで。OK ですね。で、味噌が2つある。肉は こっち側の野菜は OK だと思うんで、あとはうどんさえ湯がければ良さそうっすね。まあじっくりといきましょう。だいぶ水が出てますね。なかなかほぐれないもん。ちょっと湯がき切りますんで。もうお湯がすごいですよ。お湯もう、もっちもっち麺ですわ。もちもち麺です。でこれを、豆乳ですよね。よくほぐして麺を入れます。で、味噌を加えて炒めるなので、この特製味味噌ですかねを2つ分入れてあります。いや、こら相当うまいんじゃないですか。相当よ。すごい味噌。すげー味噌。味噌シューガー。これ換気扇回してないと部屋中が味噌まみれですね。で下からほぐして、で野菜も入って結構湯がけてるんで、もうちょっと火を強めましょうか。だいぶいい感じっすよ。見えますかねこれ。すごいっすよ。のこってりっすわ。こってり。あとは味噌をムラなくかな。ちょっと味見してみましょうかね。バッチリだと思います。ということで火を止めて野菜も入ってお肉も入って、でこれで盛り付けて完成ですね。これが亀山の味味噌焼きうどんでございます。今から盛り付けて飯食おうと思います。あ、最悪。まあね、おかわりしたかったらね、おかわりです。はい、ということで無事ですね、焼きうどんが出来上がりました。めちゃめちゃ美味しそうです。まあちょっとね、すごいシンプルな食事にはなりそうな気がするけど、もうめちゃめちゃお腹空いてるんで食べていきたいと思います。いただきます。うん。味噌が濃厚で、麺ももちもちしてて、うちの地元にはない味でめちゃめちゃ美味しいですね。やっぱ九州の味噌と違うと思うんで、めっちゃうまいです。これもうペロッといきますね。やっぱお肉とか野菜とかが入ってるとやっぱなおいいっすね。もちもちで麺が、で味噌もちょっと ピリ辛かなって感じですけど、めっちゃうまいです。まだ残ってるの嬉しいですね。うん。やべえ、うますぎるぜ。
はい、ということで完食させていただきました。ごちそうさまでした。めちゃめちゃ美味しかったです。今回ですね、あの焼きうどんを送っていただいた方本当にありがとうございました。まだちょっとお菓子も残ってるんですけど、まあお手紙もいただいて、それで、まあ、こういう風に料理するといいですよっていうようなレシピもですね、ちょっと手紙で書いていただいて、本当嬉しかったです。本当一人暮らしでね、ああいう食材のやつをもらえるのはありがたいなという風に思ってるんで、本当感謝でございます。この恩返しはまた面白い動画とか、まあ、そうとかライブ配信とかして、返していけたらなと思ってますんで、これからもぜひぜひ応援お願いいたします。僕もこの今回のね、この焼きうどん食べてあのパワーもらったんで、これからどんどんパワーアップした動画作り、ライブ配信、いろいろとブログだったりとかいろいろやっていきたいと思いますんで、これからも応援よろしくお願いします。それでは失礼します。バイバイ。